ましょう。結局あのステージ3つ選べるんですけど、まあ、特にお気に入りステージとかもないんでオートで。通常時あの左いる一つだけしかないバー、これですね、バーというか黒い柄、鉄拳黒い柄を左リール枠内狙って、あれちょっと広角っぽい演出が、ちょっとこれ通常のノーマル演出ではないのが今出てるんで、要はあのこのボールでかいやつとかさっき出たんですけど白で、であの廊下で先ぶつかる演出、バク転して起きるって、あれも光学中に出やすかったりとか、普通こうバンぶつかってこけるんですけど、これが一応光学ステージ扱いになるんですけど、これ明らかに変、朝一高価格スタートだったんですよね。でまあ設定変更するとどうなるかという数値はまだ出てないんですけど、鉄拳は本当にオーソドックスな5号機 ART なんで、トーク定約を引いて、まあ、ダブル抽選してます。ボーナス、もしくは ART 当たるか当たらないか、本当に難しいことは何もですね。基本は、移植の7、200枚、獲得できるのがメインなんですけど、まあ同色の赤これだと300枚取れるんで、この300枚取れる赤7の同時当選率設定差あるんじゃないかなと打ってて思うんですよね。ジャック水ないしはスイカとか、朝一が広角濃厚で始まった。周りの鉄拳も生駒同様に広角濃厚演出、前代設定変更されているのかも。あとレギュラーボーナス、まあ、鉄拳ボーナスと言われているのをいくと多分確実に広角にはいくんですよ。ビッグ終了後も確実ではないと思うんですけど、行くことが多いので、まあ、そこを踏まえると浅いし設定こそと降格移行率あるのではなかろうかと思うんですよね。一番強い絵柄は、中段チェリーですね。中段チェリーが一番強くて、その次が強チャンスの B と、言われるものがあるんですけども、それ出た時にこれ背景赤なんで若干チャンスアップなんですよね。でまあ紫、同色ちょっとだけ熱いですね。でまあ枠下滑ればスイカを狙って、これで強チャンスですね。強チャンス目です。でこれで8点で、ここにキャラがないんでね、ちょっと弱いです。ここです。ここで攻撃したらダメだ。ボーナスはなしですね。 ART に行くかもしれないですけど、これで3つまで行けば、チャンスアップ、まあ、2つだとほぼというか、まあ、熱くないです。これも4つまで行けば、これ2つ黄色、3つ緑、4つ赤なんですけど、赤までいけば熱いです。これキャラありなんでチャンスですね。あら、これでたまれば、おー、いった。
飛ばすことも可能なんですけど、一応最初は。強調で一発で当たりましたね、引っかかった。ほいでこれこれは完全告知系ですね。で、これも分かりやすい、ルーレット告知系なんですけど、とりあえずノーマルのラズラッシュからいきましょうか。でもうラッシュは押し順に従って押すだけです。で、順増が 1.7 枚8枚とあるんで、これこういうセリフで内部広角、定格示唆してるんですけども、で、内部広角の時に得点役引くと上乗せしやすいと。これ背景、赤、夕焼けっぽくなってるんですけども、これが一応広角示唆ですね。幸先よく強チャンス目からの ART 鉄拳ラッシュへ、その熱き拳でロケットスタートを決められるか。ここからスタートですね。40ゲームこの背景がね、夕焼け、内部広角であろう時に得点薬引かないとあんま乗らないですよね。もう今これ普通の背景ですね。お、紫なんで得点薬いいか。お、2段階いった。今ロックかかったと分かったと思うんですけども、1回キュッてなって、今2回キュッてなったと思うんですけど、3回までいけば経験、2回でもまあまあ熱いですね。でスイカでの厚めのエースなんで、これはチャンス目じゃなくて当たったのかもしれないですね。これスイカからのバジェですね。レギュラー中 ART ラッシュ中にレギュラー引いたって毎ゲーム、抽選あります。で特定役引けば上乗せされていくんで、赤と青も空気とかあるかもしれないんですよね。この時に特定役出る場合、セリフが熱いですとかいろいろ出るん でセリフない時はもう大体ベルです。ダメか。あー、セリフが出ない。ダメだ。おおおお、バージョンで100乗った。だいたい10なんですよ。いきなり3桁上乗せが決まり、これでバトルの展開を有利に進められる。このアドバンテージは非常に大きい。でこの鉄拳ボーナス、赤黒白黒ですね。直後は多分内部工学にほぼ行くと思うんで、上乗せチャンスになりますね。で敵キャラでもこれ、マシンガン持ってるんですけども、基本パンチなんですよね。でマシンガン持ってる時は内部降格した。滑った。よっしゃ、強チャンス目。さあ乗るか。お、これ外れてたんで、一応 ART 中の外れ確率にも若干設定されたと思うんですけど、これはあれですね、当たってるかもしれないですね。お、白7から30当たってましたね。強チャンス目で上乗せしつつのレギュラー、好調なロケットスタートが続いている。
で、あのスイカは右リールこぼさないんで、左リールあの青七の方を狙ってるとスイカ結構左止まるんで、その時も挟み撃ちでもしてテンパイすればっていう感じ。ただ面倒くさいんですよね、青七の方だと。そっけ、こいだーのか。これが基本ですね、はい、さっきのだからいきなりの100は珍しいパターンです。でですね、チェリー出た場合は3連チェリーになれば強チェリー、だいたい強チェリーの時、まあまあ3連チェリーになるか対角線上に止まるんで、今のは弱チェリー。ああ1段階だ。また引いちゃって乗らない、乗らんの、うおっせっかく早々にね、3点弾、まあ、100乗ってくれたんで、これで上乗せしてね、ボーナスから見てちょっと枚数結構獲得したいところですけど、ついでに欲を言えば現在判明している設定カンパ要素の出現があると嬉しいのだが、3つ2つじゃな、これでこれディープハズレだと弱チャンス目になります。これ弱チャンス目です。で、弱と強の見分け方なんですけども、まあ出目でも分かるんですけど、フラッシュがロングだと強チャンス目になります。で、強チャンス目 B というのがあるんですけども、その時はまあ厚めのエース出た時、まあ2連7で2連7と、もうすごいもう見た目上強い出目が止まるんで、これはもうただ単にジャックチャンスです。これキャラなしなんでちょっと弱いですね。あと鉄拳、お、これチャンスですね。赤入って、もうちょい来い。あの、ジャックからの発展。ちょっとチャンスですね。お、あ、これね。あとちなみに変速押しても問題ないんで、ただ右から北斗と同じで右から押すとダメなんで。ジャックから当たりましたね。これでこれも赤7確定ですね。これ300枚のやつ。ジャックチェから赤7、多分これ設定差あるんですよね。で、まあビッグ中も、ART 修正します。で、まあここ白フラッシュした時は、まあ、変速落ちて下段リプレイ止まるんで、2連7を、まあ、この辺狙えば1回だけこれ ART 修正するんで、あとまあもちろん7揃いやったりフリーズやったり、あとまあバトルもあるんですよね。ベル揃いの時に、バトルに発展すれば激アツです。まあ ART、抽選、これも1回変速をしたらもうあとは左からでいいんで、でこの効果音になってると思うんですけど、これが第3まで行けばバトル発展するんですけども、なかなかいかないです。多分5% もない、 1% 2% とかお待ちみたいな感じなんで、7を狙い出ないな確かどれぐらい、300、いや400だったっけな、まあ、これですね、これが、7で、まあ、素直にで、これブルってなるんですけど、これは別に毎回なるんで熱いとかじゃないです。で、青7揃えば ART 確定。なかなかやっぱり確率はね、分母で揃わないですね、まあ、数えるぐらいしか揃えたことないですけど、あと今のカットインは弱の方やったんですけど、強カットインもあるんで、弱チェリーの同時当選でスーパービッグ、出玉的にはもちろん大きなカンパ要素の出現、今回の実戦かなり熱い予感がある。
あら、2つ止まり。ジャッカーで今2連7狙って、こっち2連7狙ったんですけど、ここに止まれば強チャンス B という強めのヤグなんですけど、これはジャックですね。リップリップハウスでも、あでしょ、割れて発展してくれ。これ赤文字とかもあるんで、これ黒ですね。弱い、外れ1、一応カウントしておきます。多分ハサミ打ちしても対角線止まると思うんですよね、今日の時。お、あ、腹がいない。これは外れかリーチなんか。お、勝ちました。ちょっと順押ししましょうかね、チェリーの時。ちょっとまだわからないですね。これは、まあ、200枚、赤7の下のビッグボーナスですね。これ左青7、2つあるんですけど、どっち狙っても大丈夫です。ビッグ中に青7揃いは引けず、大量上乗せはできなかった。キャラちょっと変えてやってみましょう。キングはラーズの場合は 2,3 ゲーム潜伏してバトル発展して、乗ったりとか、まあ、ちょっとこう前兆あり系なんですけど、キングの場合は得点上げて次ゲームにもベルト出るかどうか。これ銀色なんで、金色だともうめっちゃ期待度でかいですけど、ジャックチャンスか出ない。まあ分かりやすいのは分かりやすいですね。ロチェップ、よし、チェット銀お、30、50か、いやー30止まり、おお、50でしたね。あったぜ。アスカの場合はパチンコエース系なんですよね。アスカは役が成立役が分かりやすいんで、まあ初心者の人とかこう目押しがちょっとあんまりっていうか、こうアスカは分かりやすいかもしれないですね。ジャックだ、まあ、こんな感じです。こんな感じのパチンコ系ですね。さあ第3まで発展したんで熱いと思います。初めてなんでね、ちょっとなんとも言えなくて、お、あぶね、あ、背景赤いですね。ボーナス当たっててくれたら嬉しい。切るかい。カットイン、やっちゃう。お、熱い、カットイン、今日カットインちゃう、今の。少ない。178。
こんな感じの演出ですね、アスカロン、はい、と、いい感じの実戦中に横デビルラッシュ吹いてますね。すげえ、頑張ったら伸びるよ。生駒ではなく、隣がデビルラッシュへ。突入時の機体獲得枚数は2500枚とハイパー熱い。何やら鉄拳の島全体が熱気で充満している。290、で弾んで、おお、乗ってましたね。セーフ。あら、ジャック攻撃。キャラがいない。ああ、これか。これベッドボタンエース、ベッドボタンじゃ、チャンスボタンエース。で、これ白なんで熱くないですね、あんまり。赤レインボーとかもあるんで。白はやっぱ弱いですよね。スーパービッグにレギュラー2回、いい感じの上乗せもあり、一撃1000枚オーバー。朝のスタートダッシュにしては上出来。鉄拳ラッシュ、ああこれはで終わりです。で、鉄拳チャンス中に、まあ、自力ですね、特定アークを引けば高確率で鉄拳ラッシュを引き戻すと、本当にもう自力ゾーンになってます。で、鉄拳チャンス中はですね、多分なんですけども、残ってる時とかでも今みたいに即告知じゃなくてここで告知することもあったりするんで、だから結構何にも引いてないのに鉄拳ラッシュ行ったりとかもあるんで、ああ演出が全然落ちない。これは本当に終わりっぽいですね。で、このバトルに勝利すればラッシュを引き戻すと、はい、ああダメだ。お、先制攻撃。いけ。ああ。で終わりですね、はい、こんな感じのゲーム性になってます。で、三島平野城のステージ降格したなんですけども、この枠赤も一応降格したになってるんで、で RT 状態終了です。カットイン。ガッはい、赤追加じゃなくて右側ですね、右側をチョイスすると、チャンスアップになります。で、追加には強弱の概念ないんで、さあ、あとはね、まあ、とりあえず朝一強チャンス目から、強チャンス目 A と言われているところから、まあ、とりあえず鉄拳ラッシュはね、引っかかってくれたんで、で、まあ、ボーナスもね、結構引けてるんで、この調子キープできたらありがたいですね。やっぱりボーナス合算も設定差はあるんでね、
これでサンドバッグ、破れる、あと吹っ飛ばすというのがあるんですけど、まあ、前兆であったり、まあ、広角出来とかでもそうが出るのかな。赤持ちで滑ってスカップで、まあ、これ3つ、まあ、4つまでいけば確定なのかな。2はね、熱くないんで閉まるなよ。ワイン、チャンスアップ、ジャックチャンス目ですね。チャンス目から発展、スイカ、その前にスイカで内部工学に移行してくれててのジャックチャンス目だったら期待はできるんですよね。おお、チャンス目、え、ジャックチャンス目、キュッ、いかない、スペッパー、お、チャンス、ジャックチャンス目からとかも AR でつながればチャンスアップパターンちょっと出てますね。降格したかな、それかズズケースの時に引いたジャックチャンス目のフェイク、これ一応裏表あるんですけど、表だとまあそのチャンスアップパターンになるんですけど、やっぱこのあの ART 前兆ステージで行きやすい陣ですね、陣ステージに行かないと。ジャックチャンス、攻めて3、いかない、ジャックチャンスにフマちゃんがフラッシュしたと。このロゴ、これがアップになればかなり熱いんですけど、なかなかならないです。これはジャックチャンス目からの煽りですね。今1回ぐらいジャックチャンスから繋がってくれるとね、どこに行くか。一応ここが ART、まあ、鉄拳ラッシュですね、前兆視察ステージになります。もちろんフェイクもあるんで、まあ、平八ステージが降格したで、この陣じゃない、ごめん間違えた、カズヤですね、カズヤステージがラッシュ、潜伏したで、今ジャックチャンス目
ちょっと引っかかってほしいね。さあこれでどこまでたまるか。うわ1で発展した。いや3ゲーム目に購入してくれよ。お、ジャック、あれチャンスちゃうか。うわーダメやった。レアっていかんな。レア役を頻繁に引いてはいるものの、朝一とは打って変わり出玉がじわじわと削られていく。鉄拳ラッシュへの突入、そしてボーナスが引けずにはまり出す。天井まで行けやね、デビルラッシュ、続けてるみたいなんで、まあやっぱりね、この特定役待ち的なゲーム性がね、ちょっとこの通常時退屈ですよね。もう一つ何かあればもっと面白くなったと思うんですよね、個人的な意見としては。800ハマリ、下皿いっぱいカチカチに持っていた1000枚ものコインが残りわずかに。つい先ほどまでは高設定の期待もあったのだが、通過、通過から当たってくれ。あわーニカーマたらり、カエル柄の玉出たんで若干チャンスアップなんですよね。ここおっ、なんとかコンボ。追加から青か。追加投資をする前になんとかビッグをゲット。これを次につなげたいところ。これ強調するピーですね、熱いです。アテスだ。うわART いかんかな。何やら熱い演出が頻発している。これは ART 鉄拳ラッシュが近いのか。
なる、お、危ない。ラッシュですね。強チャンスです。ノーチャンスメビーは設定がなさそうなんですよね。ちょっと別フラグみたいな感じなんでね。嬉しい鉄拳ラッシュ突入だが、完敗要素にはならないか。それでも今は減らした出玉を取り返すチャンス。お、これ多分セットですね。肘戻しではないですね。肘ないんで多分この速攻口以外でもこのパターンもあると思うんですよ。鉄拳ラッシュが2連目へと、ここで上乗せにボーナスといきたいところ。ラッキー、ジャンプルサービスの風。いい、背後を風間陣が走る。これは熱い。スイカからさあ、スイカからなんでね、初めてですね。ちょっとね、終わるか続くか。初戦50、スイカで50、連発で上乗せ。いい感じになってきたか。ここで結構演奏起こってくれないと潜ってる可能性少なくなるんでね、これ危ないですね。チャンスです。これ鉄拳チャンス中に、強めの役いたんで引き戻すか。あ、帰るからチャンス。邪魔はさせん。待て、突き立つ道。熱っ。これはいったと思います。うちゃやろ、すごいでしょこの映像。
これは引き戻しですね。鉄拳チャンスから引き戻しで3連目へと、熱きバトルはまだ終わらない。ボーナスがちょっとね、ボーナス合算結構低くなってきてるんで危ないですね。シャーキンデーさん、この次に外れ、お、チャンスです。あれボーナス入ってない、ああ、行ってましたね。あかなな、これお追加からあかなな、ジャックチェからあかななも引いてるんで、いやー、どうなの。朝一もね、これ広角っぽかったんでね、ちょっとね、数値が全体的にまだボケてるというか、あんまちゃんと出てないんで、なんとも言えないですけど。解析情報がないため設定カンタができない。今は生駒自身の感覚が問われる。しかし手応えはあるのかも。まあとりあえず今さっきの赤ナナもそうなんですけどね、2回赤ナナ引いてるんでね、もうちょっと様子は見ようかな。ジャッチェはやっぱ弱いな。金出ないね。追加からですね、これは。はあ、さあ、マイゲーム上の抽選、得点を引けるか。レギュラー中に熱いレア役は引けずに、上乗せは10ゲーム。ちょっと残念だが、次に繋いだはず。さあね、ボーナスないか。お、入っちゃうか。ダブル追加。追加か。あら、ダメだ。お、もうちょ、お、これは熱いです。引き戻せ。赤い中なに、どっちでダメか、あの、分からんぞ。あら、やばい。よっ、あ、2ゲームで終わったぞ。熱いかな、このパス。あ、熱い、やっぱり。しゃ、まだ強調で引き戻した。お、右センター小屋がちょっとチャンス。あ、白か、紫いかへんの。お、お、あっ、そ、あ、おし、
そう。うわ乗ったと思ったな。鉄拳ラッシュは1セット40ゲーム。この短いゲーム数の間にそう簡単には上乗せできず、また鉄拳チュースへと。おお、ここでステップ起こってくれないとやばい。いやあかんかな。君を倒さあ。おこれ自力やろうな多分。ラッシュいけっすか。いかん、これはやばい。自力でもいい、何でもいい。チャス。ちょっとボーナスが当たる。結局。うわこれ強調なんかな。わお、わお、復活、嬉しい。いい感じの引きもあり、自力で鉄拳ラッシュの連チャン。欲を言えば上乗せ、そしてボーナスも欲しいが。6連までいったら初めてかもしれないですね。連チャン自体はやっぱりね、あんましないんで。ここで揃ったら敵アタック、敵アタックは上乗せ、激上乗せチャンスゾーンなんで。邪魔な。まあ挟み撃ちでも強調になりますね。対角線にチェリーこなすのめちゃめちゃ熱いです。激圧演出で上乗せし、順調に減らしてしまった出玉を取り返す。まだまだ連チャンさせられるか。これはやばいね。やられたー、逃げ埋めで。自力感満載で6連目まで伸び、一撃1000枚。非常に波のある展開。この鉄拳を生駒は攻略できるのか。